ホセマニュエル・コーラー・アマロは、プエルトリコ・カグアス出身の元プロ野球選手。野球指導者、宇藤良だ。現在は、MLB のピッツバーグパイレーツで三塁コーチを、務める。弟のアレックスも元メジャーリーガーであり、2018年シーズンより、ボストン・レッドソックスで監督を務める。1985年の MLB ドラフト一巡目で、 サンディエゴパドレスから指名され、プロ入り。1987年4月6日にメジャーデビューを果たした。1991年、シカゴホワイトソックスに移籍した後、1995年にトレードでシアトルマリナーズに入団。1997年には24試合連続安打を記録。これは2007年に、 一郎が25試合連続安打を記録するまでマリナーズの球団記録であった。1998年シーズン途中にクリーブランド・インディアンスに移籍。1999年にはトロント・ブルージェイズと契約したがプレーすることなく引退した。引退後はホワイトソックスで2004年から2006年までは三塁コーチを、2007年から2011年まではベンチコーチを務めた。 2012年はマイアミ・マーリンズでベンチコーチを務め、オジー・ギンエン監督が出場停止の際には代行として指揮を取った。2017年シーズンからはピッツバーグパイレーツの三塁コーチを務める。ありがとうございます。